左手から逃げられそうだ。うまく追っ手を巻くことができれば。あっ、残念だったな。読まれていたのか、エセル。本当に俺たちのことがわからないのか。気持ちの悪いそのようなおぞましい姿で人語を話すとは、身の毛がよだつと言っている。くそ、やっぱりダメか。おいおい、一体どんな姿に見えてんだよ俺たち。本人に直接聞いてみたら、答えてくれりゃな。もはや逃げ場はない、覚悟しろ。強すぎるぜ。さすがに白金を冠しただけのことはあるね。このままじゃまずいですもん。ミオちゃん、わかってるねえ。ダメだ。ダメって、あれは強力すぎる。エセルを殺してしまうかもしれない。でも動きが止まった。私は何と戦っている。もしかしてエセル、俺だ、ノアだ。ノアだと。エセル、仕方ないわね。死生か。もうだからキリって嫌いなのよね。せっかくいいところだったのに。死生か。私はこれは一体。うるさい、この役立たず。エセル、ま、こっちの方が楽しいか。ね、
でしょ。そう思ってよ、ねえ。行くわよ。ごめん、そう。行こう。ナイス。絶好調だな。皆さん、これは相手はかなり準備しておくぞ。ありがとう。これでどうだ。こいつの口がおとりにならなくちゃ。そっちはダメだって。私が相手になるよ。ありがとな。インタルートを解除しよう。私が相手になるよ。助かる。コトロブ。やってみせる。ストレッチは十分。そっちはダメだって。待て、様子が変だ。光が集まっていく。ノアとミオちゃんの時と同じ。あの姿、あいつと同じ。あの瞳、兵士たちを操っていたのはこいつか。メビウス。だがダメージは負ってる。いけるぞ。ダメージが回復していく。どうだ。また兵士たちが。まさか命の日時計から。あなた、いい感じてるじゃん。命の日時計はね、メビウスであるこの私の思いがままなの。あなたたちにいかに傷つけられようと、そこに命がある限り、私は無敵。さあ、ジャンちゃん攻撃してきなさい。できるかしら。攻撃を止めろ、ラツ、ユニ。バカ言ってんじゃねえよ。やらなきゃこっちがやられる。だけどコロニー4の仲間たちが。冷静になれノア。彼らはもう仲間じゃない、奴の糧だ。だけど。あなたたち兵士なんて、キラボシ大根よろしく。いくらでも入ってくるわ。代わりなんてその都度引っこ抜きゃいい。ダメージを与えれば与えるほど仲間の命が。何か止める方法は。もしかしたら。でも何か思いついたの。ねえ
命の火時計壊したらどうなると思う？どうって、そんなの分かりっこな。まさか。だけどもし全員の命を奪ってしまったら、このままこうしていてもみんなやられる。二者択一か。今ここにある命、君だけに背負わせはしない。見よ、さあそろそろ仕上げに入りましょうか。わかった。やってみよう。ランツ！なんだ？あいつの注意を引いてくれ。引いてどうする？接近して命の火時計を破壊する。おい、そんなことしたら。これしかない。決めたんだ。全部背負う。バカ言ってんじゃねえよ。お前らだけに背負わせるわけいかねえっての。ああもう分かった、分かったから行ってこい。ユニ、援護だろ、任せときな。タヨン、セナ、お前らも頼む。了解だ。合図はそちらで。すまない、みんな、3つ数えたら出る。3、2、1、行くぞ。まあそう考えるでしょうね。でも少々見えなかろうと、数を打てば当たるのよ。数を打ってパン。やばい。あ、うわあ、ミオちゃん。ランツ、その姿、まさか。私もいるよ。セナもなの？それじゃ。見つけた。そこね。あの野郎。ランツ、もう動くなよ。君だ！なんてこと！何も見えない！くぅ！
奴らは どこに行ったの。見えないわ。どこ見てやがれ。こいつらいつの間に接近を。鉄巨神の装甲だって紙切れ。もしかしたら、見ろ、もう一度だ。飛んでからインターリンクを解く。どうするの。今がその時なんだ。今がその時って。分かった、任せるわ。もう無理よ。大丈夫だよ。気を失っているだけらしい。そうか、よかった。ならあとはこいつをぶっ倒すだけだね。俺らの命をもてあそびやがって、許さねえ。行くぞ。
そうぜ。放題しやがって、どんな顔してんのか見てやろうぜ。ああ。このマスク、どうやって外すんだ。お。こいつは。僕たちとはまるで違う。死生観がこんな姿だなんて。シワシワ。ゲルニカに似てるね。老化ってやつ？どうかな。君たちは。そうか、すまなかった。ただ異形の化け物と戦っていたことしか覚えていないんだ。それが君たちだったとは。これが失勢感、こんな姿だったとは。消えてく成人の銀時みたいだな。いやいやいや、こいつを送るっていくらなんでもおかしくないか。え、そうなの？そうなのって、ただの敵じゃねえだろ。そいつは兵士の命を奪い、僕たちを抹殺しようとしてたんだぞ。確かに二人の言う通りだけど、ミオも正直どうかなって思う。そうか。結局やるんかい。今さ、この人の粒子が少し触れたんだ。俺たちと同じ感触だったなら、やっぱやっとかなきゃな。ミオはケベスの人の粒子に触れたことある？私たちと同じだった。あの人たちも私たちと同じ思いで生きている。始めてしまったか。お人よしっていうのか、こういうの。仕事熱心とか、クソ真面目ですもん。天然でいいんじゃね。多分深いこと考えてないよ。そうすべきだからそうしているってか。わからん。同意する。ミオちゃん、悪いな、付き合わせちゃって。全然、役目だもの。
うまく奏でられたかな。どうして？この前と同じですごく良かったよ。震え、まだ止まらないんだ。日時計の剣。ああ、正直怖かった。でもあの選択のおかげで今がある。すごいよ君は。一人じゃ無理だったさ。クム城、ハグネス、武器を収めろ、ボレアリス。クム城、状況は私から説明する。いいな、ボレアリス。はい。なるほど、確かに命の日時計はなくなっている。だが君らが言うような印は見えないな。どうやら私たちと君たち異なるもののようだ。そうか、すまない、巻き込んだかもしれない。謝る必要はない。特殊な状況ではあるが、戦い続けることから解放されたのは朗報と言える。そう言ってもらえると気が楽になるよ。私たちここにいても大丈夫なんですか？兵たちには厳命しておいた。君たち3人はアグヌスの人間だが、命の恩人でもある。朗報とはそういう意味だよ。居心地悪い。仕方ないさ。ごめん、私たちのせいだよね。謝る必要はない、エセルもそう言ってたろ。うん。新しい力を手に入れたぞ。ソウルツリー、ウロボロスの力、まだまだ強化できそうだね。